それでは、本日ご講演いただきます、秋光先生のご経歴やご研究につきまして、ご紹介させていただきます。秋光信義先生は、九州大学で薬学の博士号を取得されてから、日本学術振興会特別研究員、九州大学、東京大学で勤務後、スイスのフリードリヒ・ミッシャー研究所へ赴任され、その後、産業技術総合研究所を経て、現在の東京大学アイソトープ総合センターに着任されておられます。2014年4月より、同センターの教授として日夜研究や指導に従事されておられます。コロナ禍の状況の中におかれましても、先生のご研究室では非常に多くの論文を執筆されておられます。秋光先生のご研究室では、ノンコーディング RNA と RNA 分解制御をキーワードに、放射線や熱などのストレスに対する細胞応答に関するご研究や、放射線を用いた生体イメージング技術の開発や応用にも取り組まれ、これらの基礎研究を通じて、新たな医薬品創生を目指しておられます。さらに先生のご研究室では、放射線に関する専門家としての立場から、福島復興支援活動にも取り組んでおられます。本日のご講演では、哺乳動物細胞の RNA 分解制御に関する最新の成果や、近年注目されている RNA 医薬への応用についてのご講演を実施いただけると伺っております。また、先生はフェイトセックという RNA の分解を網羅的に測定する手法を開発され、現在、パンデミックな状況を引き起こしている SARS-CoV-2 のゲノム機能の解析にもいち早く応用されました。本日はその例につきましてもご紹介いただける予定です。それでは、秋光先生のご講演へと移らさせていただきます。秋光先生のご講演に対するご質問は、画面下に表示されます Q&A のアイコンより随時受付させていただきますので、ご遠慮なくご登録をお願いいたします。ご講演終了後に時間の許す範囲で先生の方からライブでご回答いただく予定です。それでは、秋見先生、カメラの開始、音声音ミュー声ト入の解場。除。講演スライドのスライドの共共有を有お願いします。はい、ありがとうございます。過分なご紹介いただき、大変光栄です。東京大学アイソトープ総合センターに所属しております、秋光信義と申します。今日は、ツイスト様のですね、このランチョンセミナーに、呼んでいただいて、大変光栄です。早速画面を共有させていただきたいと思います。皆様、私の講演スライドと声は届いてますでしょうか。そうしましたら本日は、RNA 分解に関する、お話をさせていただきたいと思います。ちょっと待ちください。それではまず COI ディスクロージャーから始めたいと思います。私の方は特に今回の発表において、開示するような、利益相反はございません。で、こちらのスライドでは最初に RNA の、流れについてお話をしたいと思います。皆様ご存知の通り、セントラルドグマというのがございまして、DNA が RNA を作り、RNA がタンパクを作ると。これが一般的な理解で、で、RNA はタンパクを作った後、このように壊れていくと。で、ところが実際、RNA の一生というのを考えてみると、非常に複雑な、フェイト、運命をですね、たどっているわけです。で、この核の中で RNA が DNA から合成された後、単純に細胞外、核外にエクスポートされるわけではなくて、プロセッシングを受けたり、あるいは時には核の中で機能する RNA もございます。そしてメッセンジャー RNA の場合は、細胞質に行った後に、タンパク合成マシナリーであるリボソームによって、タンパクを合成する鋳型となって働いていき、そして最後は分解されていきますけれども、ストレス等に応じて P ボディに行ったり、あるいはストレスグラニュールに行ったりという、多彩なですね、その運命を持っております。
そしてここでは、その RNA の分解について着目してお話をしていくわけなんですけれども、RNA の分解というのは、なんとなくこう、作られたものは自然に壊れそうなイメージもあるんですけれども、実は転写因子緑と青と2つありまして、まあ、この2つの転写因子で遺伝子発現のオンオフを制御するとすると、まあ、2種類のパターンしか作ることが基本的にはできません。ところが、ここに転写後の制御として1種類、赤の制御が入ることによって、2種類の転写と1種類の転写後制御で、そこで、まあ、3種類ではなくて、2たす1は3でなくて、このように、まあ、4種類の転写制御も実現することができるということで、遺伝子発現を高度に制御する上において、転写のみならず、転写後のこの RNA の分解等のポストトランスクリプショナルレグレーションというのがあることによって、遺伝子発現が非常にこうバラエティに問うようにすることができるわけですね。まあ、そういう意味で生態はこの転写後の制御というのを多彩に利用しています。ここではですね、遺伝子発現の制御のサーキットを模式的に表したものです。よく知られているジーンサーキットでは、ここにあるようにフィードバックループ、ポジティブなオートレギュレーションですとか、ネガティブなオートレギュレーションがよく知られています。こういったオートレギュレーションでは、タンパクを介在する例がよく知られており、こういったオートレギュレーションをすることによって、面白いのでは、この遺伝子発現がこういうふうにオシレーションするようなパターンを作る。で、こういった転写後レギュレーションで私どもは、ドリックセックっていうのを開発してきています。もともとはブリックセックと言いまして、核酸アナログのブロモウリジンを使って、細胞内の RNA を標識し、そして標識で RNA がこう、だんだん減っていく様を、次世代シーケンサーで測定することによって、網羅的に RNA 分解を測定するというのを10年ほど前に開発してたんですけれども、最近は一つの核酸アナログではなくて、複数の核酸アナログを使うことによって、転写と RNA RNA 合成と RNA 分解、これを網羅的に測定する技術を開発してきております。これちょうど昨日のですね、RNA リインカーネーションというワークショップでも報告したんですけれども、最初に細胞内の RNA をブロムリジンでラベルしておいて、このブロムリジンラベルの媒置を 4SU ラベルの媒置に入れ替えます。そうすると、ブロムリジンの供給がなくなるので、事前にブロムリジンで標識された RNA は、どん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 分解されて減っていきます。一方、新しく 4SU が入ってきてますので、4SU でラベルされた RNA が増えていく。こういうふうに分解されていく RNA と増えていく RNA を、それぞれ、次世代シーケンサーで測定することによって、RNA の分解と合成、これを同時測定することを可能にするという方法です。で、分解と合成はですね、それぞれ NGS では各タイムポイントにおける RNA の量が分かるだけですので、その RNA の量を正規化した後に、まあ、模擬的にこういうふうにプロットさせて、そしてそれにフィッティングするような数式に当てはめます。例えば RNA 分解ですと、一次分解曲線ですので、こういった E- ラムダ T の分解に沿うようなフィッティングカーブを書きます。そして、このフィッティングカーブに書くことによって、当てはめることによって、分解のレート、KD と合成のレート、KS をですね、測定することができるわけです。そして、この KD と KS を元に分解の速さと合成の速さについて RNA の量がどの程度シミュレーションすることができるかを見たものがこちらなんです。で、実測するした RNA の量というのは、これ次世代シーケンサーで RNA の量というのは定量できるんですけども、定量した結果、RNA が多い群と少ない群について、まあ、こういうふうにエクスプレッションレベルっていうのを見せます。まあ、これ、二次元なので分かりにくいですけど、こう、皆さん手元の方にですね、この三次元の、こう、プロットが出てきてるというふうに思ってください。そうすると赤い山は高くて、緑の山はこう沈んでる谷になっているというふうにイメージしていただきたいんですけども、分解が、合成が遅くて、分解が早いところでは、まあ、谷になっている。つまり、RNA 量は少ないよと。そして、分解はゆっくりで、合成が早いところは、こう山になっていると。
つまり、まあ、RNA の量が多いということで、きちんとこの細胞内の RNA の多い少ないというのを、分解の速さと合成で、きちんとデターミンすることができるということが分かりました。で、さらに、こういった RNA の分解と合成がですね、遺伝子発現の様相にどう影響するかというのをシミュレーションした結果がこちらなんですね。で、結果分かったのはですね、分解、まあ、同じ合成レートであると、分解が早ければ、遺伝子発現がこう急速にこう高まるような、そういうクイックな反応になるということが分かりましたし、分解が早いとですね、スモールデグラデーションレートというのは分解がゆっくりということなんですけど、まあ、徐々に RNA が蓄積していくというような、こういうゆっくりとしたレスポンスになるということで、遺伝子発現の、ラピッドネス、このレスポンスの速さというものを転写ではなくて RNA 分解速度がこういうふうに規定できているんだということが分かってきました。まあ、こういったことは今年になって、報告させていただいております。そしてこういう分解や RNA 分解というのは、生体の様々な局面で重要な働きをしていまして、ここでは2種類紹介させていただいています。例えば DNA ダメージレスポンスのような、ラピッドな RNA、遺伝子発現のレスポンスが重要な時には、なんと PAM1 という RNA 分解因子が重要な働きをしているということを今年報告しております。これは、PAM1 というタンパク質。これ非常に、酵母からですね、人まで保存されているような RNA 結合タンパクなんですけれども、これは普段ターゲット RNA をまあ分解しております。ところが、シスプラチンとか DNA ダメージのシグナルが入ってくると、この PAM1 というタンパクはまあ壊されていくわけですね。で、そうすると、標的となっていた、PAM1 の標的となっていた RNA の分解が起きなくなって、まあ、蓄積していき、まあ、RNA 分解がこういうふうに安定化するんですね。で、蓄積していき、そしてここからの遺伝子発現が増強すると。で、その増強する遺伝子発現の中に、PCNA とか、PCNA の指ヒチン化による、を引き起こす、ウベツ A なんかが含まれていたわけですね。こういうのがあると何が面白いかっていうと、シスプラチンのようなもので DNA がダメージを起きておくと、DNA 合成が止められてしまいます。こういうところでは、普通の合成する DNA ポリメレースは乗り越えることができないわけですね。で、そのまま放っておくと、ダブルストランドブレイクなんかを引き起こしてしまうので、細胞にとっては非常に大きなダメージを引き起こしますので、これはまずいと。じゃあどうするかというと、細胞内には面白い仕組みが進化的に獲得されてまして、この乗り換え合成というのがあります。トランスレーション、DNA シンセシスっていうんですけれども、通常の DNA ポリメレースから DNA ポリメレースイーターの方にスイッチングするんですが、このスイッチングのとこに PCNA の指ヒチン化というのは非常に重要な役割を行っているんですが、この上位に PAM1 による RNA 分解の制御っていうのが位置すると。で、それ、この PAM1 がなくなって、ウベツ A や、このPCNA の増量というのが、この乗り越え修復を、まあ、促進、働き、助けることによって、この適切に DNA 合成を置き、細胞の、なんていうんですかね、生き残りにおいて重要な役割を担っているということが分かってきました。またこういう生理的な局面だけではなくて、病理的な局面としては、この RNA 分解が異常になると、いろんな病気を引き起こすことが知られております。例えば、これもう数年前の研究になるんですけれども、眼科においても、この RNA 分解の異常が重要な役割を果たしていることを我々は報告してきました。例えば、IGF2BP3 というタンパクが知られているんですけれども、これはもともと RNA に結合するタンパクとして知られているんですが、どうしてこう、で、しかもこれは、癌において高発現する、まあ、癌原遺伝子だというふうに言われてたんですけども、なぜこれが高発現して癌化を促進するか、この仕組みはよく分かっていなかったんですね。ところが、我々の研究によって、この IGF2BP3 が EI4EBP2 という翻訳のリプレッサーを、まあ、分解することが分かりました。で、この IGF2BP3 が増えることによって、このターゲットとなる EI4A2BP2 のリプレッサーのタンパク分解、RNA 分解が促進され、
結果としてこのタンパク翻訳のリプレッションが脱抑制されて細胞内でのタンパク合成がどんどん進むと。で、そういったタンパク合成のどんどん進むというのが眼科の促進において役立っているということが分かってきたわけです。まあ、こういうふうに RNA 分解というのは生理的にも病理的にも重要であるわけなんですね。で、他にも RNA 分解というのは遺伝子発現の量的制御だけではなくて品質管理においても重要です。遺伝子発現では時折変な RNA が出てきます。例えばスプライシングがうまくいかなかったり、ポリ A のアディニレーションが適切なところで起きないと。そういうアベラントな異常な RNA が時折合成されるんですけども、そういった異常 RNA を分解して、認識して分解するという RNA 品質管理というのが知られています。こういう RNA 品質管理という点、つまり RNA 分解というのは、RNA の質と量を制御して重要な働きをしているわけです。まあ、最近この RNA 品質管理機構と量的な制御の間のクロストークがあることも分かってきました。これは2017年に報告したんですけども、RNA の品質管理に重要な UPF1 というナンセンスメディエティッド RNA ディケイに関わる NMD ファクターとして重要なタンパクがあるんですけれども、この UPF1 が異常な RNA を分解するだけではなくて、正常な RNA にもこれが働いているということが分かってきました。でも、どういう仕組みなのかっていうふうのはよくわからなかったんですが、先ほどの RNA 分解を網羅的に研究する手法によって、この UPF1 が標的 RNA にくっつくと、このスリープライム UTR 中の CUG リピートというところを認識して分解するんだということが分かってきたわけです。まあ、ここでちょっと話は変わりまして、今まで主にメッセンジャー RNA の話をしてきたんですけども、細胞の中にはメッセンジャー RNA よりもよっぽど多くのノンコーディング RNA というのが発現しています。これはジェンコードでちょっと前のデータなんですが、まん丸、特に人ではですね、約2万種類程度のタンパクをコードする遺伝子があるというふうに言われておりますけれども、それよりもよほど多い数のノンコーディング RNA というのが我々のゲノム中にあります。で、このノンコーディング RNA というのは多彩な機能をしていて、大きくロングノンコーディングと、まあ、小分子ノンコーディング RNA、マイクロ RNA に代表されるようなノンコーディング RNA、二つにカテゴライズされるんですが、このうちノンコーディング RNA という長さが200塩基以上のノンコーディング RNA については、細胞の中の核から細胞質に至るまで、RNA の、まあ、ジーン発現のこのフローのですね、あらゆる局面において働いていることが知られています。で、このノンコーディング RNA の研究も我々はやってるんですが、このノンコーディング RNA の働きを制御する上においても、RNA 分解というのは重要な働きをしていることが最近分かってきました。このノンコーディング RNA の中にはこの eRNA というのが知られていて、まあ、すべての eRNA が働いているわけではないんですけども、一部の eRNA はエンハンサーの働きを制御しているというふうに言われています。で、この eRNA というのは非常に分解が早い RNA なんですが、後ほど紹介しますけれども、パソジェニックなインフェクションによってこの eRNA の分解が安定化されて働くような局面が、分かってきています。また、転写因子と、相互作用することによって特定の遺伝子発現をコントロールするロングノンコーディング RNA や、クロモゾームの構造を制御するノンコーディング RNA、スプライシングを制御するノンコーディング RNA。そして、細胞質の方に行くと、翻訳や RNA 分解を制御するノンコーディング RNA や、ちょっと変わり種で面白いところで行くと、サーキュラー RNA といって、環状のノンコーディング RNA なんですけども、これがマイクロ RNA の結合部位をたくさん持っていて、マイクロ RNA をスポンジとして働くということで、RNA とタンパクのインタラクションだけではなくて、RNA-RNA インタラクションという観点からも、働きを持つという多彩なモードを持つノンコーディング RNA が我々の体の中には発現しているわけです。で、これが生理的、病理的にも重要な働きを担っているわけなんですね。で、そういう一例として、我々が以前報告してきたのは、このウイルスですね、今コロナも働、コロナが蔓延しているので、ウイルスの研究というのは皆さんも注目されていると思います。
で、今日このランチョンセミナーをホストしてくださっているツイストさんもですね、このウイルスの研究においてライバリーを作ることですごく貢献されているんですけれども、このウイルス研究において私どもは数年前にこのインフェクションをするとホスト側の遺伝子発現で NEAT1 という長鎖ノンコーディング RNA が発現すると、そしてこれがイミュンレスポンスのレギュレーターになっているということを報告しました。で、さらに2018年になると、このイミュンレスポン、あ、ウイルスだけではなくて、このバクテリアの感染、特にサルモネラっていう食中毒の原因になるようなバクテリアなんですけれども、これが発現する毒素に応答して、核内の RNA 分解機構が抑制されて、普段分解、実はNEAT1って分解が早いノンコーティング RNA なんですけれども、この分解が抑制されて、NEAT1が蓄積し、結果的にまたイミュンレスポンスとして働いて、外から侵入したウイルスを排除する働きを担っているということが分かってきました。で、また、このノンコーディング RNA の研究で分解とはちょっと違うんですけれども、今年になって、HSV ですね。この HSV の感染においても、ノンコーディング RNA が働くことが分かったんですが、なんと HSV は、ホストのノンコーディング RNA を利用して、自身の増殖にも悪用しているということが分かってくるわけですね。で、このここではですね、ウイルス感染した細胞の NGS の結果で、この赤のところがですね、U90026 という、新しいタイプのノンコーディング RNA なんですけども、このノンコーディング RNA は、HSV、このよくですね、口内なんかを引き起こす単純ヘルペスウイルスなんですけども、このヘルペスウイルスに感染すると、非常にですね、100倍以上、このノンコーディング RNA が誘導されることが分かりました。そして、このノンコーディング RNA の誘導がウイルス発現の増殖に大事でして、もしノックダウンして、このウイルスで U90026 の発現を抑えておくと、ウイルスの増殖が抑制されると、ウイルスタイターが上がらないということを我々は、示すことができました。さらに、じゃあ最初からこの U90226 を高発現させておくと、ウイルスの増殖が促進されるのかという、このノックダウンと逆の実験をやったんですけども、ウイルスの発現、ウイルスによって誘導されるノンコーディング RNA を事前に高発現しておくと、ウイルスの増殖が高まるということが分かってきたわけです。この赤のところを見ていただけると、コントロールに比べて非常にウイルスの増殖が強くなっていることが分かってきたわけです。つまり、HSV というのは感染して核に行って、まあ、このホストのゲノムに作用して、U90226 はじめとしたいくつかの遺伝、いろんな遺伝子発現をするんですが、このノンコーディング RNA を悪用して自身の増殖を助けているということが分かってきたわけです。で、まあ、ちなみになんですが、この研究では、我々この U90026 の合成遺伝子を作って、まあ、速やかに研究をやることができたんですが、この合成遺伝子は、ツイストさんのですね、この合成 DNA のサービスを利用しました。これは、なんて言うんでしょう、別化ではないんですけれども、2週間程度でですね、希望する配列をシーケンスを終わらせて、まあ、納品してくださいますので、まあ、複数の遺伝子をですね、パラレルに合成したような時には非常に便利な、サービスでした。しかもお値段も安かったので、自分でプライマー作って、まあ、PCR やって、クローニングして、シーケンス確認してっていう、手間と時間を、とコストを考えると、非常にこう、リーズナブルなサービスだなというふうに実感していて、なんか最近の、クローニングするっていうのが、モチベーションがどんどん下がってきて、今もう、ほぼほぼ合成をサービスを利用しているような状況になってきています。まあ、さて、大体時間が、中の方に来ましたので、ブリーフサマリーとして、RNA デグラデーションパスウェイというのは、ジーンレギュレーションにおいて重要な位置を占めていて、いるということが、まあ、生理的な局面、病理的な局面で紹介させていただきました。そして、こういう RNA の、
ポストトランスクリプショナルレギュレーションを利用した動きというのは、基礎生物学だけではなくて、最近注目される RNA セラピーにおいても重要な役割を担っております。RNA セラピーというのは大きく3つにカテゴライズされまして、DNA や RNA をターゲットとしたアンチセンスオリゴや siRNA といったものが知られております。2つ目としては、RNA やタンパク、特にタンパクにですね、くっついて、ノンコーディング RNA のように、タンパクの働きをレギュレーションすると。先ほどの例にも挙げてきましたけれども、そういったアプタマータイプのものが知られております。で、3つ目は、RNA 自体が、メッセンジャー RNA はタンパクをコードしますので、そのタンパクをコードするという働きを利用した、mRNA メディスンというものが知られており、こういうふうに大きく3つにカテゴライズされます。そしてこの RNA セラピーの歴史というのは、1961年メッセンジャー RNA が発見され、それがですね、当初はこれが医薬に利用されるなんてことは全く想像もできなかったと思うんですけれども、1990年になって、この筋肉にですね、メッセンジャー RNA を注入することによって、タンパクを人工的に合成できるということが報告されました。で、この1990年にですね、どうもこのメッセンジャー RNA というのは、それそのものが医薬品として展開できるんではないかという夢が生まれてきたわけです。そして93年になると、このインフルエンザに対するタンパクをですね、これ確か HA だったと思うんですけども、それをメッセンジャー RNA にコードしてインジェクションすることによって、インフルエンザウイルスに対するイミュンレスポンスを引き起こすことができるという mRNA ワクチンの可能性というのは報告されました。で、98年、これ有名で皆さんもご存知だと思いますけれども、線虫で RNAi というのが発見され、ここからですね、一気に RNA セラピーの夢が広がったわけです。で、2001年になると RNAi がまん丸でも報告され、これは確実に医薬品になるだろうということで、このあたりから欧米を中心としてたくさんのベンチャーができたわけです。で、その後、いろんな紆余曲折もあったんですけれども、2018年になって、この ATTR に対する RNA 医薬が報告されたり、その前にはですね、合成オリゴ、アンチセンスオリゴが、エキソンスキッピングとか、そういった様々な局面で、RNA を標的とした、あるいは RNA そのものが医薬品になるということが分かってきたわけです。そして今、2020年、我々は、コロナウイルスによって非常に深刻なダメージを受けているわけですね。おかげでこういうオンラインで、学会をやらざるを得ないとか、せっかくの楽しみのランチョンがですね、お弁当なしのランチョンになっちゃうとか、そういう、大変な局面になってるんですけども、こういう大変な局面を克服するために、今、世界中で、ワクチンの開発が進んでますが、このワクチンの開発でも、mRNA ワクチンというのが注目されているわけです。で、そういった世界において、私もですね、数年前から、この RNA セラピーに何か貢献できないかと思って、ロングノンコーディング RNA をシーズとして、まずアプタマーとして何か有用なものが取れないだろうかというのを探索してきました。で、これはGAS5 っていうノンコーディング RNA がありまして、これはだいたい800塩基程度のものなんですが、こんなに長いと医薬品に使えないので、もっと短くできないかというふうにどんどん短くていって、で、これ、GAS5 は、グルチコイドレセプターの、阻害剤として知られておりましたので、その働きをどんどんミニマイズできないかというのをやっていきました。で、結果、100塩基程度までやると、このナチュラルな GAS5 と同程度の、グルコルチコイドレセプターの阻害活性があるということを示すことができたんですけれども、100塩基もあるとなかなかこれデリバリーができませんし、ちょっとこのアプタマーとして、ロングノンコーディングRNAをシーズとするのはどうも制約があるなというふうに感じてきたわけです。そこで少し考え方を変えまして、私ども最初の方の発表でお話ししましたように、RNA の分解が結構専門ですので、この RNA 分解のコントロールという観点からトライすることにしました。で、RNA 分解でこの UTR が非常に重要なデターミネーションファクターとなっていますので、ここに注目し、特に RNA ワクチンという観点からトライできないかなというふうに現在取り組んでいます。この RNA ワクチンでは、メッセンジャー RNA を細胞に導入して、
バクチナリゼーションするんですけれども、この中に入った RNA というのは非常に速やかに分解されてしまうので、なかなかこう、バクチナリゼーションの効率を高めるということが難しいわけですね。で、この高めるために、最近注目されているのが、このレプリケースを入れて RNA が細胞の中で増やすということなんですけども、そういった増やすストラテジー、いくつかのグループがやってるんですが、まあ、これはこれでうまくいったりうまくいかなかったり問題があるので、この生のメッセンジャー RNA、普通のメッセンジャー RNA の安定性を高めることができれば、このバクチナイゼーションの効率を大きく前進させることができます。そこで、このメッセンジャー RNA の UTR のうまくコントロールして、RNA の安定性を高め、バクチナイゼーションを強化できないか。まあ、こういったストラテジーに注目してきたわけです。で、こういったストラテジーは、我々だけじゃなくて、海外でも注目している方がいまして、これはですね、ドイツのチームなんですけれども、RNA の安定化エレメントを取ってくることに、組み込むことによって、ここでは、ルシフェラーゼの発現を見たものなんですけども、マウスにルシフェラーゼの mRNA を、ナノリピートを使ってですね、導入し、そしてその発現が増強するかということを見たものです。まあ、そうすると、メッセンジャー RNA に、安定化配列を導入することによって発現を増強することができたということを報告しております。ただこの程度の発現ですね、まだまだ不十分なので、もっと強力なものが得られないかというふうに考えています。で、そこで注目したのがウイルスです。で、ウイルスというのは皆さんご存知のように非常にその細胞の中で増殖し増えるということに特化した、まあマシナリーと言ってもいいもののものなんですね。ですので、自然界のウイルスを広く当たることによって、この RNA の安定化を、促進したり、あるいは安定化だけではなくて翻訳効率、こういったものを強めるようなウイルス配列というのがきっとあるはずだというふうに考えました。そしてそういうウイルス配列というのをどうやってスクリーニングしようかというところで考えたのが、このフェイトセックです。これアイデア自体は非常にシンプルでして、このウイルス RNA をたくさんゲノムをですね、集めてきまして、フラグメント化し、そして、マーカーとなる遺伝子、あるいはレポーターとなる遺伝子、もしくは、このウイルス、バクチナイゼーションの元となる、抗原ですね。こういったものの、3 prime UTR にこの RNA フラグメントをどんどんクローニングしたライブラリを作ってやって、そして、これをインビトロ転写して、まあ、メッセンジャー RNA のライブラリを作ります。この DNA をそのまま細胞の中に導入するっていう例はいくつかあるんですけれども、ポイントはもう最初から mRNA 医薬を意識して、RNA にしてしまうと。そして、このライブラリを細胞の中に導入して、生き残ってきた RNA を調べることによって安定化するような RNA とか、あるいは翻訳効率が高まった RNA を網羅的にスクリーニングしてやろうと。そして最終的に役に立つ RNA フラグメントを特定するというストラテジーです。これ非常にシンプルなんですけれども、まあ、このどうやってこの RNA フラグメントを取るかというのが、まあ、最初悩みだったんですね。で、ところが、この、ツイストオリゴさんのサービスというのを私が、昨年一昨年ぐらいですかね、知りまして、なんと、その、1万種類とか、まあ、もっと多くの数万種類のスケールでですね、オリゴ DNA を作ってくださるということが、知りましたので、このサービスを利用しまして、このフラグメントを作るということを、トライしました。で、私どもは300塩基のフラグメントを6000種類、ウイルス由来のフラグメントを6000種類用意したんですけども、だいたい1ヶ月ぐらいで納品してくださいまして、これ非常に品質が良くてですね、そのままベクターに組み込むことができまして、そして組み込んだ後にインビトロ合成して、で、合成した RNA の、メッセンジャー RNA のライバリーを細胞に導入し、そして一定時間培養した後に RNA をまあもう一回回収し、NGS 解析することによって、生き残ってきた RNA、つまり細胞の中で安定化した RNA というものを取ってくることができたわけです。で、そうして、まあ取ってきた RNA を NGS やってマッピング化して、その中で増えたものと減ったものというのをランク化した結果、こういうふうに増えたものというのをですね、たくさん取ることができたわけです。
すなわち RNA スタビライジングエレメントというものを効率的にあの RNA、オリゴ DNA のライバリーというのをうまく活用することによって得ることができました。で、こういった安定化した RNA の中を見てみると、非常に興味深いことに、今回この SARS のですね、ウイルスが含まれていることが分かりました。そして、まあ、どういったウイルスの RNA なのかというのを調べた結果ですね、非常にこのコロナウイルスの中でも保存性が高いものがですね、RNA 安定化エレメントとして取れていることが分かりましたので、まあ、今回これを報告させていただいております。こういうステムループ、特徴的なステムループをですね、コロナウイルス、まあ、以前流行った SARS だけではなくて、今回世界的に感染がアウトブレイクしている COV2 に関してもですね、この配列が非常に保存されていて、この保存されているということが、この RNA の安定化を引き起こしているということが分かりました。おそらくまだこれ臨床のウイルス使って我々検証できないんですけれども、こういった安定化エレメントというのがこのコロナウイルスのパンデミックにも重要な働きを及ぼしているのではないかというふうに考えています。で、なぜかというと数年前西ナイルウイルスとかあるいは他のウイルスが感染が流行った時にですね、こういった RNA 安定化配列がそのウイルスの意味ない何て言うんですかね、増えるっていうこのプロリファレーションにおいて重要な働きをしているということが報告されてきて、RNA の安定化とウイルスの、まあ、パンデミックとの関係性というのは、いくつも報告例がありますので、このコロナウイルスにおいても、このような安定化というのが重要な働きをしているんではないかということを、我々は提案しております。以上、私の発表をまとめますと、RNA 分解というのは、遺伝子発現において重要なレイヤーになっているということが分かりました。そして、RNA 分解の研究というのは、メッセンジャー RNA 医薬のデベロップメントにおいても役割、大きな役割を果たすと。そして、こういった働く上においても、フェイトセックのような NGS を使った網羅的なハイスループットスクリーニングというのは、今後、ますます重要性を増すと思います。そして、こういったハイスループットスクリーニングを実現する上においても、RNA 合成テクノロジーというのは非常に強力なツールになってきているなと。そして、それはウイルスの生理的なものを理解するだけではなくて、それを利用したツール、例えば、ワクチナイゼーションのツールだとか、あるいはウイルスそのものを理解するツール、こういったものに応用することができるというふうに考えております。以上、この研究はですね、多くの方々にお力添えいただき実現することができました。特に、SARS の解析においては、筑波大学の尾崎先生のチームに、インフマの解析を多大なお力添えをいただくことができました。また、NGS 解析では、この研究に限らず多くのこれまでの研究を、東大の鈴木豊先生にお力添えをいただいてきております。他にも海外の研究グループとも共同研究をさせていただいております。この場を借りて、謝辞を申し上げたいと思います。以上です。どうもご清聴ありがとうございました。はい。それでは、投票をですね、なんかアンケートをさせていただくことになっておりまして、皆様よろしければ投票の方をお願いします。拡散医薬のモダリティとして mRNA 医薬があるんですね。で、私の中でそのモダリティとして最近 RNA ワクチンというのが非常に注目されているということを紹介させていただいていますが、皆さんご存知でしたかという、まあ、非常に簡単なアンケートなんですけれども、まあ、比較的、これはですね、皆さんやっぱりよくご存知ですね。特にモデルナさんがですね、最近も、緊急使用するワクチンとして FDA に、申請していますから、テレビのニュースなんかも通じて、最近この RNA 医薬におけるメッセンジャー RNA というものが非常に重要だということが、皆様よくご存知でございますね。ただその中においても RNA の安定性というのは今後重要性が増すと思いますので、この基礎研究のみならず研究を続けていきたいと思います。どうもありがとうございました。では私の方は終わりたいと思います。
生ご講演誠にありがとうございました。あ、質問がですね、先生見えますでしょうか。はい、あ、質問、よろしければ。Q&A が来てますね。はい。一つ、ご回答いただいてもよろしいでしょうか。あ、途切れる前の話で RN の分解とは、で、止まったということですが、これは、続きをお話ししたと思いますので、はい、大丈夫かと思います。RN の分解が遺伝子発現の速度に影響するという事象は、どのような立点、生命維持機能にとって、立点や意義があるのか。これはですね、お話の中でも説明しましたけども、遺伝子発現のパターンを決めるという点で重要な役割を持っています。また、ストレスレスポンスなんかでも、特にどちらかというと比較的じわじわと効いてくるようなレスポンスなんですが、RNA が蓄積していくことに、普段は分解の早い RNA がどんどん蓄積していくことによって遺伝子発現をコントロールするということがよくよく知られています。例えば、イミュンレスポンスに関係する、サイトカインの mRNA なんかは、普段速やかに分解されているんですけれども、外から刺激が来ると、そのイミュン、RNA 分解が止まって、そしてサイトカインが増えていくというところに、RNA 分解が重要なスイッチになっているということが知られていて、もしここの部分がおかしくなると、それはオートイミュンレスポンスを引き起こしたり、シビアな、生理的なディフェクト、障害を引き起こすということが分かってますので、これ非常に生理的に重要です。で、ランダムな、ライブラリですね。ランダムなライブラリはですね、すみません。ちょっと不親切でしたね。私の紹介が。もう一回ちょっとそこだけお話し、紹介させてもらってもいいですかね。すぐに終わりたいと思う。お話しする。せっかくなので。どうやって合成オリゴデザインしたんですかということなので、ここですね。はい。このようにですね、ウイルスのゲノムを、270ベースずつですね、こう切っていきます。で、それをですね、100ベースずつですね、こういうふうに、なんて言うんでしょう。少しずつウィンドウを切ってずらしていくことによって、バツンバツンって切ってしまうと、切ったところに重要なエレメントが、こう、オーバーラップしているとダメなので、その270っていう制限があるんですけども、それが、こう、スライドする形で、オーバーラップするように、6000種類の DNA フラグメントを今回デザインしました。そして、元となったのは26種類のウイルスゲノムを元にし、こういう、スライドするようにウィンドウを少しずつずらしながらデザインさせて、フェイトセックの元にしております。ご質問ありがとうございました。はい。ありがとうございます。じゃあ時間がそろそろ。はい。ありがとうございます。失礼します。では先生、音声マイクのオフですね。リブの停止と、それの共有会議。続きまして、ツイストバイオサイエンスからビジネスプレゼンを実施させていただきます。本ビジネスプレゼンのタイトルは、未来を作る、あなたの最高の研究アイデアを可能にする DNA ツールとしております。それでは河合さん、準備できましたら、プレゼン開始してください。はい。この度は、弊社ツイストバイオサイエンスの、セミナーにご参加いただき誠にありがとうございます。ツイストバイオサイエンス、河合と申します。皆さん聞こえておりますでしょうか。はい。そうしましたら、ですね、プレゼンを始めさせていただく前に、ちょっとすいません。アンケートの方ですね。はい。これまで、ツイストバイオサイエンスのことを、知っていましたかということで、お答えいただければと思います。ぜひとも、忌憚のない、ご回答でいただければと。あ、そうですね、だいぶ集まってきた感じかと思います。
そうですね。4割ぐらい、まあ、ぐらいの方が知っていらっしゃるということで、非常にありがたく思います。まだ、知名度が低い、ようですので、これからも頑張って活動していきたいと思います。このプレゼンで、皆さん、覚えていって書いていただけると、ありがたく思います。それでは、スライドの方、プレゼンを進めさせていただきます。本日のプレゼンですが、まずは新型コロナの、をはじめとする感染症に関わるツールですね。こちらをご紹介させていただきます。その後ですね、弊社の製品紹介、秋水先生にもご利用いただいてた人工遺伝子ですとか、オリオプールですとか、そういったものをご紹介させていただければと思います。また、発表中のスライドに、表示されているこちらの QR コードを読み取っていただくとですね、本日の講演資料の、ご請求を申し込みできる、サイトの方に飛びますので、お名前、メールアドレス、ご所属をですね、ご記入して、送信ボタンをクリックしていただけると、いろんな資料のリンク集がメールにて送信されますので、皆さん、ぜひとも、ご利用いただきますようお願いいたします。で、発表の最後にですね、また事前登録いただいた方に申請しています、スターバックスの、e チケット、ドリンクチケットですね、の応募方法ですとか、クオカードの応募方法などをご紹介させていただきますので、最後まで、見ていただけるようお願いいたします。それでは、プレゼンの方を、始めさせていただきます。ツイストバイエンスは、バイオ系のみならず、化学工業分野からデータストレージ、化学工業分野からですね、データストレージまで幅広く DNA 製品をお届けしている、会社となります。ツイストバイサイエンスの DNA 合成はですね、ついてご説明します。させていただきます。弊社ではですね、NGS のパネルですとか人工遺伝子とかお届けしていますが、その製造方法ですとかスペックは従来のものとだいぶ異なっております。今までの合成方法では、例えば 96L プレートで1遺伝子しか、合成できなかったに対し、弊社のこのシリコンウェアハー上で、均一な極小ウェルで合成することでですね、9600遺伝子とまで合成することが可能となっております。この合成方法により、スループットのみならず DNA の品質ですとかコストパフォーマンスが格段に向上いたしました。このシリコンウェハーの合成方法ですね、を基盤としまして、弊社では、様々な製品を展開しております。本日は、新型コロナウイルスの RNA コントロールから、人工遺伝子までですね、ご紹介させていただきます。まずは感染症の関連ツールとしまして、新型コロナの RNA コントロールから、また NGS のカスタムパネルまでの、ご紹介となります。皆様、ちょっとロールプレイングになるんですけども、新型コロナの検出方法を開発する研究者になってみたと思い描いてみてください。QPCR を、やるにしろ、NGS をやるにしろですね、圧生系を組み上げて機能させるには、ポジティブコントロールが多分どうしても必要になってくると思います。で、ツイストバイオサイエンスではですね、新型コロナウイルスの研究でのそのポジティブコントロールとしてご利用いただける合成 RNA を販売しております。全長配列の RNA を断片化したものですね。をタイムリーにかつ低価格でお届けしております。日本型もご用意しており、すでにいくつかの国内メーカー様の検出キットにですね採用されている実績がございます。また、感染性の高さとか、重症化のリスクが高いと報告のある、614番目の
このアスパラギン酸が、グリシンに変わった D614G という変異を持つフランス型についても、RNA コントロールをご用意させていただきました。さらにですね、今月になりました、このフランス型の下の、台湾型からベルギー型まで、全13種類ですね、の新型コロナの合成 RNA コントロールを現在ご用意しております。また、ツイストバイオサイエンスでは、独自の、DNA 合成技術 と、スクリーニング技術を組み合わせることで、新型コロナに対するですね、抗体を開発しました。感染箇所である ACE2 タンパク質に対する抗体と、ウイルスのスパイクタンパク質に対する抗体のクローンを、多数ご用意しております。ぜひともご興味ある方はご利用いただければと思います。ここではですね、新型コロナを、NGS で検出する NGS リサーチパネルをご紹介いたしたいと思います。こちらは人の、RNA にですね、新型コロナの RNA をこうスパイクインして、弊社のこのパネルでですね、ターゲットシーケンシングを行ったグラフになります。その結果ですね、10コピーのウイルスをですね、わずか、50万リードで、検出することが、可能となっております。また、これは、qPCR やったことある方だとわかると思うんですけども、qPCR では検出できない、ミューテーションですね、も、NGS の方で、検出することができます。で、さらにですね、禁煙の、ウイルスの存在がいるかいないかというのも検出することが可能となっております。で、このようなキットですけども、ツイストバイオサイエンスでは、確かなプロトコルを完備しております。CDNA の合成から始まりまして、ライブラリーの調整、で、ターゲット濃縮、ハイブリセン上まで一貫したワークフローをご提供しております。また、シーケンシング後のですね、解析ですね、に関しまして、研究の重要性からですね、弊社では新型コロナパネルの購入者様にはですね、ワンコデックス並びにバイオティアのオンライン解析ソフト無償でご提供しています。ぜひともご利用いただければと思います。ここからは、コロナウイルスからちょっと話が変わりまして、呼吸器系ウイルスの感染症関連製品、はい、に、ついてのご紹介となります、本格的にインフルエンザの感染者様が増えてくる時期となっていますが、共感染ですとか、コロナなのか他の、インフルエンザなのか診断がするのが難しいというような話も出てきております。で、年間400万人もですね、犠牲者が出ているという報告もあり、呼吸系ウイルスに関しても、弊社では注視しているという、活動を行っています。で、こちらは新型コロナ同様にですね、インフルエンザ、はしかなどの、ウイルスのコントロールを28種類、ご用意しております。で、アッセのポジティブコントロールですとか、また SARS コB2、コロナの発生のネガティブコントロール、コロナ入ってませんのでネガティブコントロールとして利用できたりですとか、また NGS で検出した確かなクオリティのものをお届けしております。また、こちらパネルになりますけども、呼吸器系ウイルス感染症のパネルもご用意しております。新型コロナも、こちらにあるように検出できる仕様となっており、1サンプルから29種類のウイルスが検出できるものとなっております。で、弊社では、新型コロナウイルスの、パネル2をはじめ、呼吸器系ウイルスの感染症のパネル、さらにはですね、網羅的なウイルス感染症のパネルもご用意しております。で、これらのツールをですね、まとめた冊子も用意しておりますので、ぜひお問い合わせください。で、ここまで、感染症に関する NGS のターゲットエンリッチメントについてご紹介させていただきましたが、弊社の NGS パネルはですね、
高い、濃縮効果と均一性を持ったダブルストランドの、プローブが特徴です。で、これらのプローブ、NGS で、確かな吸収を行っております。で、このようなパネルをご利用いただくことでですね、コストが抑えられるだけではなくて、より深い解析やより多くのサンプル解析できるようになります。より多くの方にご利用いただきたいという思いからですね、現在カスタム、パネルに関して、12月末まで、キャンペーンを行っております。また、来年の3月15日までですね、エクソームの、パネルに関して、キャンペーンを行っておりますので、ぜひご利用いただければと思います。また、NGS 実際、お持ちでない方も、こちらにある大阪大学やですね、iPS 細胞研究財団様などですね、認証サービスプロバイダー、をご契約していますので、自宅で解析ということもできますので、ぜひ、ご利用ください。次に、変異体ライブラリーについて簡単にご説明します。ライブラリーの対象となるのはタンパク質の変異体をコードした、DNA のプールライブラリーになります。で、小さいものから、小さい変異を持った小規模ライブラリーからたくさんの変異を持ったライブラリー、また、最近、新発売になりましたこちらスプレッドアウトローダイバーシティライブラリーというソールドと呼んでおりますが、このような、中規模のライブラリーもご用意しております。で、新製品のこちらの、ソールドライブラリーについて簡単にご説明いたします。タンパク質の、たくさんの箇所にですね、まあ、ポイントミューテーションを散りばめて、変異を導入していくということが可能でございますが、こういった、ライブラリー作成の時にですね、まあ、配列が正確であるとか、そういったことも大事なんですけども、各配列が比較的こう均一に含まれているというのがとても重要になってきます。変異の多い、こちらの4番目の領域ですね、こちらドットプロットが変異の位置ですとか変異の数で、縦軸がですね、その、均一性、存在比を表したものですけども、こちら領域4番においてもですね、おおむねプラスマイナス、0.5 かけぐらいの領域に、その存在比が収まっているということで、非常に高い、ライブラリーとして、非常に高い均一性を持ったライブラリーとなっております。ちょっと大規模な、ライブラリーとの比較になりますが、大規模ライブラリーはですね、まあ、ドメインごとの変異しかちょっと入れられないという事情がございます。また、それに比べてですね、ソールドライブラリー、全体に、変異を加えられると。また、大規模なもの、大きいものは、クローニングベースでの変異の入れ方になってくるんですけども、中規模のものはですね、完全に、化学合成で、お届けする、作成しているという違いがございます。で、まあ、このようなことから、まあ、構想エンジニアリングですとか、タンパク質進化工学とか、そういった分野でも使いやすいライブラリになっているかと思います。またですね、このようなライブラリを用いたスクリーニングから、タンパク質の、ですが、主には抗体ですね、とかの、改良最適化まで行うサービスなども弊社では行っております。で、このようなサービスですね、すでに、今年の7月に、武田薬品工業様とですね、人の、遺伝子配列のみに由来するファージディスプレイの、人抗体ライブラリーの、ライセンスに関する研究契約を結ばさせていただいております。続いて、秋水先生にもご利用いただきました、オリゴプールのご紹介となります。オリゴプールは、シングルストランドの DNA のプールライブラリーといえばイメージしやすいかと思います。で、ツイストの、合成方法の利点を最大限に活かしまして、弊社のオリゴプールはですね、300マーまで、調査を合成できること。と低いエラー率、また、非常に高い均一性を持った、プールとなっております。先ほどご講演いただいた、秋水先生のフェイトセットでのライブラリーの作成をはじめですね、クリスパーのガイド RNA ライブラリーですとか、ハイスループエピゲノムスクリーニングとか、
ゲノムタイリングライブラリーや、はたまた、マルチカラーフィッシュなどに、使用された実績がございます。これら詳細、弊社のですね、本国のホームページに載っておりますので、ぜひご参照ください。また、いろいろな用途でご利用いただける可能性を持った、製品です。アイデアをお持ちの皆様、ぜひお問い合わせいただければと思います。最後になりますが、人工遺伝子での、ご紹介となります。ツイストバイオサイエンスの人工遺伝子はですね、シリコンウェアを用いて均一な極小ウェルで合成するためにですね、スループットのみならず、納期も、比較的短納期で品質も高く、コストパフォーマンスに、非常に優れております。そのため、DNA フラグメントで1ベースあたりですね、こちら国内販売店様経由での、ご購入の価格となりますが、17円から、また、秋水先生のですね、HSV のご研究でもご利用いただいた、クローナルジーンの方ですね、こちら、25円か、1ベースあたり25円から、高品質な、人工遺伝子がご購入いただけます。またですね、TA クローニングやブラントエンドなど、こうフラグメントの、タイプですけども、TA クローニングやブラントエンドなどのクローニング方法にも、様々対応できますので、ぜひご利用いただきたく思っております。で、このような、非常にいい、人工遺伝子ですけども、12月の、来年の、ごめんなさい、2月15日までですね、1円、フラグメントで1塩基16円、プラスミドベースで、1塩基22円という、求めやすいキャンペーンを開催しております。また、アンケートにお答えいただいた、お客様にですね、50名の方に、こちらになります。ラマの、人形を進呈しておりますので、ぜひアンケートをお答えいただいてですね、ご参加いただければと思います。最後に、事前参加登録いただいた、皆様に、スターバックス e ギフトの応募方法をご案内いたします。キーワードをこちらにある LLMA ラマという、キーワードをですね、メールのタイトルに書いていただき、こちら弊社の、twistbioscience.com へ、ご登録いただいたメールアドレスでご送信ください。また、こちらのズーム退出後にですね、アンケートをお答えいただいた方に抽選で200名様にですね、クオカード申請しておりますので、ズーム退出後、続行していただいて、アンケートをお答えいただければと思います。本日は、時間を押してしまい申し訳ございません。ご清聴いただきありがとうございます。皆様ご清聴いただきまして本当にありがとうございました。ご質問やコメントも多数頂戴しておりますが、時間の関係でご回答が間に合わず大変申し訳ありません。アンケートのですね、自由記入欄にご記載いただきますと、そちらで責任を持って回答させていただきますので、皆様アンケートのご協力をお願いいたします。あと現在ツイストバイオサイエンスでは、日本で共に未来を作るために一緒に働く仲間を募集しております。画期的な製品を日本の研究者の皆様にいち早くお届けできますよう、また社会へ貢献できるように取り組んでまいりたいと思っております。ご興味のある方は、弊社までお問い合わせください。それでは、2BS02 ツイストバイオサイエンスによるバイオテクノロジーセミナーを終了させていただきます。多くの皆様のご参加、誠にありがとうございました。